人を殺したら1億円あげる。そう持ちかけられたら、あなたはどうしますか？遡ることおよそ86年前の1935年11月3日、日本東京市本郷区、現在の東京都文京区の閑静な町で凄惨な殺人事件が起こります。被害者となったのは大学3年生の徳田光嗣。自宅で遺体となって発見された彼の体には無数の刺し傷が。殺人現場を目撃した母親の証言では、光嗣さんは突然自宅に押し入ってきた男に襲われ、めった刺しにされたというんです。犯人が光嗣さんを殺害した目的は金。そして事件からしばらく経った後、犯人の銀行口座に金が振り込まれます。その額なんと1億円。突然我が子を目の前で殺された母親、彼女はその目で一体何を見たのでしょうか？そして1億円にも及ぶ汚いお金の正体とは？おざす、強制で会えばそろそろなくなるよ、ケンちゃんです。ヤミカです。今回はね、裏で汚い金が動いているという事件なんですが、メトラの皆さんもね、なんか汚い金の流れ目撃したことはありませんか？まあ普通ないと思うんですけど、あったら教えてください。では早速ね、光嗣さんが殺害されてしまった状況を見ていきましょう。その現場はとても悲惨な状況だったんです。恐怖の訪問者。時は1935年、現在の東京都文京区にあたる東京市本郷区の閑静な住宅地が今回の事件の舞台。11月3日深夜2時頃、真夜中にもかかわらず男の子と女の子が息を切らして走っていました。行き着いた先は交番。2人は呼吸を乱しながら警察官にこう叫ぶんです。すぐ来てください、家に強盗が入ったんです。2人の訴えを聞いた警察官は大急ぎで2人の家へ向かいます。そこで警察官が見たものは衝撃の光景でした。そこに広がっていたのはおびただしい量の血。真っ赤になった床には仰向けに倒れた一人の男性が、この家に住む大学3年生の長男、徳田光嗣さんでした。光嗣さんの体中には刃物で刺されたような跡があり、すでに死亡していたんです。強盗だと思ったのに殺人だったわけ？いや、そうなんですよ。閑静な住宅街でね、こんな凄惨なね事件が起こってしまったんです。すぐさま警察は彼女たちに事情聴取を行い、有力な証言を得ることができました。母親の浜と妹の英子は事件の一部始終を目撃していたんです。2人が証言した事件の経緯はこうでした。深夜2時頃、光嗣さん以外の家族が1階の寝床で寝ていると、台所の方からガチャガチャと物音がしました。この不審な物音で目を覚ました浜が体を起こすと、彼女の目の前には出刃包丁を持った覆面の男が。いや怖えな起きたら目の前にいるって一番怖いやつよこれ。やばいっすね、もう従うしかないですよね、こんな状況だったら。男は金をよこせと浜に迫ります。浜は言われるがまま財布から60円を取り出し犯人に渡しました。60円は現在で10万円以上の価値がある大金です。そして犯人が金を手にして家を出ようとしていた時、物音に気がついた光嗣さんが2階から降りてきたんです。光嗣さんは強盗を見るや否や強盗に対して飛びかかります。格闘技の経験者だった光嗣さんは腕っぷしに自信があったんです。しかしいくら格闘技が強かろうと、凶器を持った相手に勝てるはずがないんです。そして浜の目の前で光嗣さんはめった刺しにされてしまうんです。犯人は光嗣さんを殺害した後、凶器を捨てそのまま逃走。夜の街に姿を消しました。家族守ろうとして無残に殺されるってさ、かわいそすぎて、目の前で殺された浜さんをめちゃくちゃショック受けてんじゃないこれ。いや、そうなんですよね、まあ、今回のね、凶悪なね強盗殺人犯を野放しにするわけにはいきません。犯人を必ず捕まえようと警察は徹底的な捜査に乗り出すんです。犯人は光嗣さんをめった刺しにしているので返り血を大量に浴びているはずでした。そんな人物が近隣を逃走しているならば、目撃情報や何かしらの手がかりは見つかるはず。しかし時間帯が深夜だったためか、犯人の目撃情報や犯人につながる手がかりは何一つ出てきません。それどころか事件現場に犯人がいた痕跡すら見つからないんです。捜査は難航し、事件から1ヶ月経った頃、ようやく犯人を捕まえることができました。深夜に突如現れ、凶悪な強盗殺人を犯した人物の正体、それは浜だったんです。マジ？ね、マジっす。まあ、僕はもちろん知ってたんですけど。全部私がやりました。浜は泣きながら自白しました。なんと強盗が入ったという証言は全て嘘。彼女が実の息子さんである光嗣さんを包丁でめった刺しにしたというんです。しかし事件に関与していたのは浜だけではありませんでした。なんとこの事件、家族ぐるみの計画殺人だったんです。クソみたいな家族だもん、うん、ちなみにその光嗣さんって人はさ、どんな人だったの？まあ、当時のね、新聞の報道では、真面目な好青年とね、紹介されてるんですよ、ね。いやいや、なおさら家族、うん、行かれてんじゃないのこれ。新聞ではね、いい印象で伝えられてたんですけどね、実はこの家族ね、まあ、光嗣さんを筆頭に、ある問題を抱えていたんです。家族のために。
事件の舞台となった徳田家はもともと北海道の北にある樺太で生活していました。父親の菅は病院の経営者で、母親の浜は助産師、三嗣さんはそんな裕福な家庭の4兄弟の長男として育ちます。三嗣さんは両親に大切に育てられ、何不自由ない生活をしていたんですが、高校卒業後は実家から離れて東京の大学に行くことを望んでいました。そして東京の日本大学に裏口入学を果たすんです。いや裏口かい、いやおい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 、何さらっと裏口入学してんのよ。裏口入学マジクソっすよね。僕らね浪人してるから許せねえっす、そういうやつらマジで。プンプン、いや許せそうだなお前。家族はねとにかく甘々でね、彼のためならお金を惜しまなかったんです。そしてそこからね彼の人生は狂っていくんです。大学に入学して東京で一人暮らしを始めた三嗣さんの生活はひどいものでした。大学をサボることなどは当たり前、毎日のように酒と女遊びに溺れる有様、金がなくなると家にあるものを質屋に入れ、ギャンブルで全て使い果たしてしまうんです。いやクソやん。そう、何を隠そう、彼は正真正銘のクズ人間だったんです。だから甘やかすとこうなんのよ本当に、うん、まあまあ裏口入学をさせてる時点でね、うん、まあまあなんですけどね、うん、はい。三嗣さんの自堕落な生活は何年も続きました。そんなある日、妹の英子さんと秀子さんも大学進学を理由に上京、兄弟3人で同居生活を始めることになったんです。家族がいれば多少なりとも落ち着くのかと思いきや、彼のクズっぷりはさらにエスカレートしていきます。まず三嗣さんが目をつけたのは彼女たちの生活費、なんと酒と女のために妹たちの金を使い果たしたんです。やべえな。そしてそれがなくなると、今度は妹たちが大切にしていた時計を質屋に売り飛ばしました。さらに家庭内では妹たちに殴る蹴るなどの暴力も日常茶飯事。何俺も、うん、新聞には真面目な高青年って書いてあったのに大嘘じゃないの。いやそうなんですよ、実はねこの情報っていうのは、うん、新聞記者がね近隣住民からねちょっと聞いたような情報だったんですけど、はいはい、うん、実態としてはもうとんでもないクズな人間だったと言われているんです。そんな三嗣さんを見過ごすわけにはいかないと、妹の英子さんは兄の惨憺たる状況を手紙に書き、樺太にいる両親に知らせました。そして知らせを受けた母親浜はすぐに末っ子の誠を連れて上京、家族5人で暮らし始めるんです。しかし三嗣さんの素行の悪さは一向に収まりません。もう誰がどう見ても改心の余地などない状態でした。そしてこの頃もう一つ大きな問題が発生、父親の病院の経営が傾き始めたんです。このまま病院が潰れれば家族が生きていけない、それなのに三嗣さんは生きるために必要なお金を湯水のごとく使ってしまう、このままでは破滅は確実にやってくる、この危機を何としてでも乗り越えなければいけないと菅と浜は生きる術を必死に考えるんです。そしてある計画をひらめきます。それは保険金をかけて三嗣さんを殺害すること。こうして事件が起こったんですが、この事件は日本初の保険金殺人事件となったんです。家族殺してまでお金得たいって思うかしらね普通に、うん、ちなみに日本に初めて保険を持ち込んだのは福沢諭吉と言われているんです、あの一万円札の人、うん、で事件当時の保険っていうのはね金持ち限定のサービスで、一般庶民の人はね入れない代物だったんです。保険金殺人を計画した浜と菅なんですが、一体どのように犯行に及んだのか、その手口はあまりにも残忍でえぐすぎるものだったんです。母さん、僕が悪かった。時は流れ1935年、三嗣さんは25歳になりましたが、未だ大学3年生、相変わらず家族の金をむさぼり尽くす自堕落な生活を送っていました。もうこれ以上は我慢できない、ついに浜と英子さんは行動に出ます。犯行の X デーは1935年11月2日土曜日、この日三嗣さんはいつものようにフラフラと遊びに出かけます。家にいるのは浜と英子さん、そして秀子さんと誠さんの4人。この計画の主犯格となったのは母親の浜、そして彼女のサポート役を英子さんが担うこと。秀子さんと誠さんは事件の計画すら知らされていませんでした。浜は台所に立ち、4日前に銀座のデパートで買った出刃包丁を何度も何度も丁寧に研ぎました。三嗣さんを仕留め損ねないように。いや怖えな。いや怖っ。いやもう怖いよ、自分の親がそんなことしてたらね。実はこれ以前にもね殺害を企ててたんですけど、全部失敗に終わってたんですよ、うん、だから今回はね必ずね仕留めようとね殺気立っていたんです。夜も更けて日が変わり、11月3日深夜1時、酔っ払った三嗣さんが上機嫌で帰ってきました。思ったより帰りが遅かったが計画に支障はない。浜と英子さんは玄関にいる三嗣さんを呼んで手招きします。秀子と孫には聞かせたくない話があるからこっちへおいで。三嗣さんを部屋におびき寄せた母親の浜は彼に問いかけます。学校はどうなんだい、お前が改心するつもりがあるなら私たちは生活が苦しくても学校を続けさせるよ、いくらクズでも血のつながった子供殺したくなどありません、できることなら平和的解決で終わらせたかったんです。浜はどうしようもない息子に対して熱心に語りかけました。もしかしたら改心してくれるかもしれない、そんな一縷の望みにかけ息子に手を差し伸ばしたんです。そんな二人の問いに対し三嗣さんの答えは、もう遅いから寝ようよ。なんと三嗣さんは浜と英子さんの苦労や葛藤などを気にも留めずその場を後にしようとしたんです。この瞬間
浜と英子さんは覚悟を決めました。母親の浜は寝床につこうとする貢さんを引き止め、まだいいじゃないの、明日は日曜日だし、あそうだ英子、この前やっていた遊びあるだろ、母さんなかなかうまくいかなかったけど兄さんは器用だからできるかもしれないよ、そう言って手ぬぐいを取り出すんです。浜の言う遊びとは、手ぬぐいで両手を縛り口を使って解くというもの。こんな幼稚じみたことを乗ってくれるわけないじゃないね。まあ、ですがね、当日はね、水草さん酔っ払ってたのもあって、あっさりとね、乗ってしまうんです。この浜が提案した遊びに対して意外にも三嗣さんは食い気味に興味を示していました。殺害に対して賛同的ではなかった英子さんはためらいながらも兄の手を縛り遊び方を説明しました。こうして両手を縛られた三嗣さんは、母には難しくても自分ならできるだろうと意気揚々と結び目を口で外していったんです。そして2つある結び目のうち1つ目を解いたその時、三嗣さんの肩に出刃包丁が深く突き刺さったんです。突然の激痛に三嗣さんはうなり声を上げ、辺り一面に血しぶきが飛び散りました。顔を上げた三嗣さんの眼前には出刃包丁を握り返り血を浴びている母親浜の姿が。三嗣さんは逃げ出そうとしたんですが、手を縛られているので自由が効きません。母さん僕が悪かった、許して。三嗣さんは泣きながら必死の命乞いをするんですが、浜は聞く耳を持ちません。三嗣しようがない、母さんを苦しめたんだから。そう言って馬乗りになり、彼の胸や腹背中ところ構わず夢中でめった刺しにして殺害するんです。その後何も知らない秀子さんと誠さんには強盗に入られたと伝え交番に駆け込ませます。そして事件から数日後、家族は三嗣さんの保険金を手に入れるんです。その額は現在の価値にしてなんと1億数千万円。殺人をしていい理由にはなんないけどさ、長男も長男で生活さえ改めるべきだったのよこれは。実はね、この事件はねこれで終わりではないんです。まだあの実はね、1億円を手に入れて微笑む真の黒幕がいたんです。真の黒幕。三嗣さんの死を強盗殺人に見せかけ、多額の保険金を受け取ることに成功した徳田家。しかしあることがきっかけで徳田家は警察にマークされることになったんです。そのきっかけは父菅の行動。菅は事件直後に警察に死亡診断書を請求したんです。警察がなぜ死亡診断書が必要なのかと尋ねると、菅は保険金を受け取るためだの一点張り。警察はこの菅の行動を大いに怪しみました。普通最愛の息子が強盗に殺されたら保険金どころではないはず。菅の言動を怪しいと見た警察はすぐさま調査を開始。すると次々に衝撃の素性が明らかになっていくんです。菅は病院を経営する厳格な医者である一方、プライベートは大変だらしなく酒と女遊びに狂っていました。家族そっちのけで毎日のように女遊びに精を出し、浜や英子さんを泣かせることも頻繁にあったんです。さらに彼が過去に犯した犯罪も明らかになります。なんと彼は金欲しさに自分の病院に火をつけ、火災保険を不正受給しようとしていたことがあったんです。めちゃくちゃねこいつ。いやそうなんですよ、目先のね金に取り憑かれた人間ってほんと醜いんですよね。先にもお伝えしたんですが、保険金殺人を実行する前に菅の病院の経営が傾いていました。実はこの時菅の頭の中にはこんな考えが。邪魔な息子を消すことで多額の保険金が手に入る、だが自分の手は一切汚したくない。そこで菅は三嗣さんがダメ人間になったのは浜の育て方が悪いと責任を押し付け、一家のために早く殺してしまえと殺害をそそのかしていたんです。もともと息子のことに負い目を感じていた母親浜は菅に追い詰められだんだんと壊れていきました。そして彼女には殺害以外の道が考えられなくなったんです。そうこれは全て菅の筋書き。この事件の真の黒幕は父菅だったんです。母親に息子殺させるように仕向けるってもう最低にも程がある。本当になんか家族の証言ではですね、本当に冷酷な性格だったらしいんですよね。でもこれってさ、本当に父親の言う通り、浜さんのせいじゃないわよねこれ。まあ実はこれね、行動遺伝学というね学問でね、もう実際にね検証されているんです。そしてすでに答えが出ているということなんです。ここでねメトラーキーワード、共有環境と非共有環境について見ていきましょう。実は私たちの性格は 50% が親から遺伝したもので、残りの 50% が非共有環境で受けた影響で構成されるといいます。家庭など家族と過ごす空間を共有環境、それ以外の外部の空間を非共有環境というんです。行動遺伝学のある統計では、同じ遺伝子を共有する一卵性ソーセージが別々の家庭で育てられても同じ性格になるという結果が出ているんです。逆に家族は同じでも学校や友達などの非共有環境が違うと、双子にも性格の差が生じるというんです。幼児期の虐待の影響はわずかしか見られず、両親の教育が子供の性格に及ぼす影響はほとんどないということなんです。これは本当なのか。つまり三嗣さんがクズになったっていうのもね、共有環境であるこう浜の育て方っていうのは関係してないですよ。はいはい、父親と似てるっても納得ね、ここはね。親は怒りっぽいから私も怒りっぽい性格になるんだ、僕がどんなに言っても子供の性格は変わらないんだなどと、全て遺伝のせいにして逃げてはいけません。構成要素の 50% を占める非共有環境が大切なんです。つまりあなたがどんな人間関係を
気づくかによって性格は変わってくるんです。ということでね、少しね話は逸れちゃったんですけど、みつぐさんの性格っていうのは、まあ、遺伝だったりとか、あと家族以外の環境、まあ、つまり非共有環境の影響が大きくね、まあ、浜の育て方が一概に全てに影響したとはね言い難いんです、うん、ということでね、この家族の結末は一体どうなっていったのか。この事件は日本初の保険金殺人ということもあり、傍聴席に多くの人が詰めかけました。浜と菅は殺人並びに殺人未遂罪及び詐欺罪、A子さんは殺人及び殺人未遂罪で起訴されました。そして言い渡された判決は、母親の浜が懲役15年、 A 子さんが懲役4年、そして全ての元凶である菅は無期懲役、残りの一生を獄中で過ごすことになったんです。血のつながった親子、そして家族、その中でいろんなしがらみや葛藤があると思います。ですが現状に文句を言っても変わらないと僕は思います。手持ちのカードの中で犯罪を犯さずにどうやって解決するか、この動画をきっかけに家族のあり方について少しでも考えるきっかけにしてください。